皆さんこんこにちは週刊手帳術の著者雲野隆です、えー、今日はですね、まあ、ちょっと手帳の雑感ということで、まあえー、本に書いてないことをちょっとお話ししたいと思います。で今日のテーマはですね、まあ、ちょっとあるそのセミナーを受けたときに、まあ、ふと思いついて、 話をしたんですけども、あ、この話、ちょっといいなと思ったんで、ちょっと動画にしてみました。で、テーマはですね、期限より延べ日数ですよ、みたいな、まあ、そんな話をしたいと思います。で、これ、どんな話かっていうと、えっと、対象としては、その、長期のスパンのプロジェクトみたいなことだったりとか、こう、1年とかっていう長いスパンの こう目標だったりとかっていうときに、まああのー、普通でいくと、ね、必ず、うん、期限を決めましょうみたいな、要はおけつのところが何日までにやらなきゃとか、何日までにやりますって宣言しちゃったりして、でちょっとこう割り込みがいっぱい入ってくると、いやーできませんでしたみたいな話になって、<laughs> まあ要は計画がどんどんずれ込むと。 でやっぱりそういうのって自己肯定感が下がりますみたいなそんな話をちょっとしていた時にじゃあどうしますかみたいな話をした時にまあとそっさにちょっと私の中ではああこういうことすれば大丈夫かなというふうに思ったのでちょっとまあこんな話をしてみるんですけどもまああのそれが記念を決めるってことじゃなくて延べ日数だけ決めときゃいいんじゃないですかっていうそんな話です。 それがまずちょっと今日の結論です。で、まあ、じゃあ、ちょっとそれでてね、な何残っちゃっていうあの説明がちょっと難しいと思うんで、ちょっとそういう話をちょっと詳しくしていきたいと思うんですけども。えっと、まあ、1から5までの、まあ、あるそのプロジェクトの流れがあったとすると、まあ、当然、一個一個に期限決め,決めましょうねっていうのが、まあ、まあ、セオリーだったり、 するわけなんで、まあ、要は、9月3日から始まって、17日ぐらいまでかかりますよ、みたいな、そんな、こう、期限を設けた予定を立てていくというふうにしますと。で、まあ、この通り進めば、まあ、いいんでしょうけど、大概、まあ、なんか横やり入りますよね。割り込み入りますよねと。で、今日は雨降った、気分が悪いだってなってくると。 そうすると、当然、例えばこう、3番まで進んでいったときに、じゃあ、割り込みが入ってきて、3日間それができませんでしたと。でそうすると元々、もともと1 0日までやっていって、で、じゃ次13日からやろうと思ったのに、割り込みが3日間入ってきちゃうわけだから、まあ、16日になっちゃって、で、そこから、じゃあ、次のってなると、 次の,その締め切りが3日後だから9月13日って書いといたものを消しゴムなり訂正するなりしてまあ9月19日ですよとかっていうまあ期限が締め切りが伸びちゃうわけということになるんで1個だけ直すならまだしもその後ろの締め切りがどん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 遅れていくわけですよね。なんで1回書き直し 1一個こう予定が狂っちゃったら全部が全部こう締め切りがこう後ろにずれてっちゃうと。で、まあやっぱりまあ私がその今考えてもこんなのやってらんないなと思うんですけども当然のことながらこれを直してる間に嫌になっちゃいますよねみたいなそんな話なんですよね。だからそのよくねその手帳術とかその、うん 仕事術なんかで、ね、その締め切り決めましょうってよく言われてるじゃないですか。だから、そのまあ、そこでバカ正直にやるわけですよ。まあ、それ、あの、それはセオリーだからやれって言われりゃ、そうかもしれないなと思ってやるんですけども、こんななんかその書き直しばっかりしてたら、当然のことだから、あの、嫌になっちゃうということで、まあ、うん、確かにそうだよなと思って、じゃあ、 私だったらどうするのかなというふうに思ったときに、ちょっと思いついたのが、まあ、この今日、今日お話しする延べ日数というやつですね。で、どういうふうにやるかっていうと、その、1番から5番まであったとすると、その、その一つ一つのタスクとかイベントが何日かかるかなっていうことだけを記しておくんですね。で、 そうなってくると、まあ、さっきと同じように3番目まで進みましたというところ。で、まあ、延べ日数なんで3、2、5ってなって、まあ、10日間経つから、まあ、実際には九9月10日まで来ましたというところ。で、ここでさっきと同じように割り込みが3日間入りましたとなると、まあ、実質10日から3日が経っちゃうんで、9月13日ですよというところ。で、 ここからがその今回の延べ日数のいい,いいところというか、まあ、ポイントになるんですけども、その4番目とか5番目のタスクに行ったときに、本来だったら書き直していかなきゃいけないところを、4番目のタスクは3日間かかりますということなので、えっと、9月10日から9月13日っていうふうになってたものを、9月16日って書き直さなきゃいけないんじゃなくて、 今度9月13日が今日なので、そこから3日間としか書いてないから、あじゃあ4番目のタスクは、締め切りが9月16日だなっていうふうに思えるわけですね。で、そうすると、何が起こるかっていうと、書き直す手間というか、えー、煩わしさというか、嫌になっちゃう要素が、要はここで減るわけですね。 なので、そうすると、後ろのその5番目以降の、えー、予定というか、えー、タスクもいちいち書き直す必要がなくなるわけですね。そうすると、まあ、多分その日にちというか、ここが締め切りだなっていうところは、確かに見えないは見えないで、ちょっとあのやりにくいかもしれないんだけど、ただ、 そのいちいち書き直して、肯定感がどんどん下がっていくっていうよりはその、次の目標は3日かかる、次の目標は4日かかるっていう、それだけが分かってれば、まあ、自分の中で、あ次の締め切りはここだな、次の締め切りはここだなっていうふうなことだけがちゃんと分かるわけだから、うん、まあ、それほど、うん、ややこしさはなく、まあ、 そのプロジェクトを進めていけるのかなというふうに思うわけなんですね。なので、まあ、何が言いたいのかっていうと、その書き直す必要がないっていうことで自己肯定感が下がらないとか保てますとかっていう、まあ、そんなことができるよという、えー、そんななんかこう、夢みたいなじゃないですけども、まあ、あのそんな話になります。であのー、これって 私自身が考えた話ではなくて、まあ、あの、実際には、あの、元ネタというか、あの、どっからそんな話を拾ってきたかっていうのが、あの、ちゃんとあります。あの、建設業界、建築業界では結構当たり前の手法なんですけども、クリティカルパスっていう、えー、手法なんですね。要は、その、工程の、えー 述べ日数だけが書かれていていそれをこう組み合わせてって、まあその街とか何とかがいろいろ入ってきてで、最終的には何日ごろできそうだみたいな目処を立てるんですけど、その手法を応用しています。でまあそれがこう一直線になってるだけなんですけども、その場合横やりがいっぱい入ってきて邪魔されるから、そのどんどんこうだったものが、まあ、どんどん伸びっちゃうという。 で、まあ、そその割り込みが入ったところだけ中断するという、まあ、そ,それをこう応用しただけの話なんで、まあ、そんなにこう、あの、斬新な話では実はないと。まあ、知ってるか知ってないかの話だと思うんですけども、まあ、そのクリティカルパスっていう考え方を使っています。なので、あのー、実際なんか、だから、私が勝手に考えて、思いつきで喋ったわけでも何でもなくて、まあ、それは一応根拠というか、ネタがあります。で、 まあこういうのって何に使えるかっていうんですけども、まあ、その長期のプロジェクトとか、まああのー、さっきだと建設とから建物を建てる場合なんで、まあ、いつもできるのかなみたいな話を、まあ、おおよそ目どをつけるという話で、まあ、使えたりとかでその個人的な話だったらその目標だったりとか夢とかっていった時に、まあ、それが延べ日数で何日とかっていうふうに。 決めておけるんだとしたら、まあ、何日割り込みが入ったからって何日遅れるかっていうのが分かるわけなんでまあそういうのって何かのこう目安になったりとかまあでさっきも言ったようにそのいちいち書き直して肯定感がどんどん下がってって最終的にはやんなくなっちゃうとか諦めちゃうとかっていうことがもしあるんだとしたらまあその延べ日数とかっていう書き方やり方っていうのも まあ一つの手かなというふうに思いましたというところです。ということなので、まあ、あの、特にね、夢とか習慣とかそういうことに対しては結構有効な手法なんじゃないかなというふうに思いましたということで、まあちょっと動画にしてみました。何かの参考になればいいかなというふうに思っています。ということで、今日の動画は以上となります。 最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。